荒木島荒木島は和歌山県有田郡有田川町清水にある水田の通称名。本来は島に行ったと称するが通称名の方が知られており、有田川町ウェブサイトでも荒木島で案内されている。農林水産省の日本の棚田百選地球環境関西フォーラムの関西自然に親しむ風景百選。 和歌山県観光連盟の和歌山県朝日夕日百選に選定されている。漢字では乱闘と記すが有田川町ウェブサイトではひらがなで記載されているため本校記事名はひらがな表記とした。荒木島の空中写真有田川の潜入蛇行の様子がわかる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成。コンクリート整備された上湯用水有田川町、清水地内、有田川沿岸にある。川が、大無事に曲がりくねった、典型的な、潜入メアンダー地形の内側が、絶上の大地となり、大小の水田54枚が階段状の線形に、形成されている。全体の面積は、約24,182平方メートル。対岸から見下ろす景観は、 清水町の観光案内パンフレットの表紙を飾るなど、旧町を代表する景観、観光地となっている。日本の農村の中でも有数な景観として認められ、第4回、美しい日本の村景観コンテスト、農林水産大臣賞を受賞している。一番上段の他、通称、天井田で収穫された米や餅米でついた餅は、 秋篠宮夫妻や久人新郎に献上されている。秋篠宮妃、森子の父方の祖,祖父が、旧安大村出身であり、毎年9月6日に、久人新郎の誕生日を祝うため、棚田をろうそくで、ライトアップするイベントが行われている。江戸時代の初期、1655年に、地元の昭屋笠松左太夫の資金提供と指導のもと、地元の農民により、 約3キロメートル南にある横川を水源とする、考え水路工事が開始され、並行して、水田の開墾が行われた。1996年に関係農家、行政関係者により、荒木島景観保存会が設立され、当年に、当時の清水町単独事業により、軽貨物車が乗り入れ可能な通路が整備されるなど、 景観保全や工作、維持の負担軽減などの対策が行われている。2011年現在急行電はなく、すべての水田が地権者により継続的に工作されている。2013年10月に、乱闘及び見た、清水の農産村景観の名称で、国の重要文化的景観に選定された。 国道4 8十五線三田バイパスが荒木島の根元を横断している、及び小峠橋でまたいでいる。有田川対岸を通る旧道沿いに荒木島を見下ろせる展望スペースがある。少し西のバイパスと旧道の合流点に、道の駅荒木の里がある。ありがとうございます。